こんにちは。テンバーアカデミー堀秀夫です。今日は、日本アマゾンのセドリ。日本アマゾンで、まあブックオフか、ブックオフからね、買ったものを、まあ、ただ入れる。あるいはね、えー、自分で発送するというのをね、えー、初めの頃はとても儲かったというお話です。だ、ま、い、あ、たい2010年の前半ぐらいまでですかね。えー、それぐらいまでは、まあ、とても簡単に儲かりました。 やっぱね、駆け出しのサービスは、受給関係が良くて、まあ、規制も甘く、まあ、購入者の質もおおらかで、とてもいいです。ね、オーストラリアアマゾンもとても楽しみです。で、もともとね、せ、え、ど、ー、り始めた時期には FBA っていうサービスがね、えー、まだなかったんで、こういうふうに、まあ、自分で在庫を持ってるというのがね、多かったです。 で私もね、それを紹介するテレビ番組かなんかを見てね、えー、本当にそんな儲かるんだというのをね、思って、まあ、テレビで紹介してるぐらいですからね、結構、まあ、遅かったんでしょうけどね、えー、まあ、本当にそうなのかなと思って、近所のブックオフ行ってね、えー、その値段を調べてみました。そしたらね、確かにね、えー、ブックオフに置いてる値段よりは、 全然高くアマゾンで売ってるんですね。これを知った時には私は感動しましたね。何しろ、私は結構本を読むんで、月に20冊ぐらいね、本を読んでましたね、当時ね。で、読んだ本は基本的に捨ててました。まあ、なぜかというとね、ブックオフとかフルフォーアーに持ってってもね、引き取れないと言われるか、まあ、大体せいぜい値段ついても10円から50円、ね。ビジネス書の場合はね、えー、あんまりその売れないですね。漫画はね、 率がもうちょっといいんですけど、まあ、ビジネスさんもほとんど売れないという感じでしたね。しかし、アマゾンでは高く売れてました。まあ、今ではね、ちょっと想像しにくいですけど、日本アマゾンでその、せどりというものをね、私が初めてやった頃のエピソードだと、まあ、だいたい1500円のビジネス書、古本屋に持っていくとね、まあ、50円、ねあの、新刊出たばっかで50円とか言われるんですね。 でブックオフだとね、大体出たての頃は1割250円で買ってくれることが多かったと。まあ、ところがアマゾン、桁違い1200円で,、ね、で。下手すると1200円にね、送料250円とか足しちゃうと、なんでこの人は新品買わずにこれ高く買うのかなと。まあ、不思議になるぐらい、ね、高く買ってくれたりもしましたね。でそれから まあブックオフでね、100円、200円のコーナー、まあ店によってね、100円コーナーが一番安いところと、まあちょっと場所のいいところだと200円コーナーがね、一番安いっていうのがあるんですけど、まあ、そこでね、購入した方が Amazon で1000円以上の例をつけてるなんてことはザラでありましたね。で、それから、まあ、CD とか DVD も、まあ、普通に2倍以上で売れるもんっていうのはもうザクザクありました。まあ、何しろね、何を売っても面白いように売れました。 でね、はじめはね、この柄系でピコピコやってね、えー、ああ、これ高く売れんなとかってやってたんですけど、やっぱね、ちょっとね、かっこ悪いし、何しろめんどくさいんでね、えー、もう、ある程度こういうジャンルが高く売れるんだなと、ね、いうのが分かった後は、もう適当にその辺のジャンルの方をね、えー、まあ選んで、まあ例えば、占いだの、ギャンブルだのね、えー、そういうのを選んで、えー、適当に安いのを買うと。 もうう値段調べずにに適当に買うとで家に帰ってからね、アマゾンに出品して、あ、これやっぱり高くなかったんだというものは自分で読んで捨てちゃうと。で、高く売れるものはね、えー、出品すると。まあ、それだけでもね、買った以上には全然高くなってて、まあどうだろう、まあそ,それ以降で月20冊読んでたのがね、月300冊とか400冊買って、 で、えー、60冊とか読むとか、そんな感じになりましたけど、それでも多分5、6万は、えー、お金が増えてたという感じですね。だからね、もう本当になんか、えー、こんな、ね、本読むの好きとかね、CD、えー、見る、聞くのが好きとか、DVD 見るのが好きな人にはたまんないとで。私はまさにそういうタイプだったんで、もうたまんないね、これはという感じでしたね。で、さらに、ね、えー まあ、それで、見、見放題でお小遣いをもらってって感じで良かったんですけど、さらにさらに衝撃なのがね、その時はね、自分で発送するしかなかったんですけど、FBA が登場してね、えー、その、その前年までは法人しか使えなかったのが個人にも解放して、FBA ってなんじゃそらと思ってね、使ってみたらこれ超便利でね、良、えー、かったです。もうだって何しろね、買ったものをもうそのまま Amazon に送るだけと。であとはね、えー 梱包発送全部やってくれる。ね。あの、顧客がね、届くの遅いだの、折れてただの、そういうのがね、やりとり一切しなくていいというのがね、衝撃的で、もう、そうなると、えー、ただ、適当にね、週に1回ぐらい買いに行って、でドバッと買ってね、で、えー、値段が高いものは FBA に入れて、まあ、安いものは自分で楽しむという形にしてね、まあ、大体、まあ、少なくても15万ぐらいにはこれになりましたね。 でね、実はね、この頃まだこういうセルドイダーーの転売だのってのは始めたてだったんで、えー、まあ、そんな本気でやらなかったと、ね。私は別な、もうちょっと違うことでね、えー、稼ぎたいなと思ってたんで、あんまやらなかったと。この頃ね、もっと本気でやったらすごい稼げたなと思います。ね、何しろすごい、えー、出品者も少なかったし、FBA がいいんだよって言っても FBA やってる人が少なくてね、今まで自己発想でやってる人はなかなか FBA に切り替えにならないと。 だって送料がもったいないとかね。送料がもったいないってね。Amazon が全部ね、何十円とかでやってくれるものを自分でやって、一体あなたの時給はいくらなんですかって感じなんですけど、まあ今じゃ考えられないですけどね。えー、FBA よりも自己発送っていう人のが逆にベテランは多かったんでね。FBA さえ使えば多かったという時期が、えー、しばらく続きました1。1年半ぐらいかな。で、その後はね、 もうあ,のあまりにも簡単ですしベテランも FBA の方が売れるんだなというのが分かったりね、えー、ブックオフが自分で参入しちゃったり、えー、ブックオフが仕入れ禁止とかやっちゃってね、えー、この本棚 CD なのじゃ稼ぐのが難しくなったんですけどそれにしてもねまあ私がやってて3年ぐらいですからその前からやってた人はね、まあ、多分5年以上は、えー、本気でやれば月 そうですね500万以上は多分稼いでたとか言ってた人がいますからね、まあ、多分嘘ではなく人使ったり FBA うまく使えばそれぐらい日本国内の背取りでも儲かったんでしょうねまあそんな時期がありましたでね通常昔は良かったなんて話をしても何の役にも立たないんですけど今回はねオーストラリアアマゾンが始まるとで昔あの時ああやっときゃよかったなとかねあの頃は儲かったっていうのを始まりたてのサービスでね えー、タラレバが実践できるというのはすごい大きいです。えー、タラレバでね、こうやっとけゃ儲かったっていうのをやれば、まあかなり高い確率で儲かると。で、しかもね、えー、中国仕入れたタ、ねえーのね、日本でもどういうとこから仕入れればね、仕入れが楽でリピート販売しやすいかとか、いうのがね、このセドリとか、あるいはヤフオク、えー、それからね、US アマゾンの販売によってもノウハウは蓄積されてますんで、まあオーストラリアアマゾン。 まあすごいチャンスです。で、サポート会員ね、もう、えー、募集してますんで、こちらを今すぐね、クリックしてサポート内容をまず確認してみてください。えー、オーストラリアアマゾン、ね。この市場のいい、ね、当時はね、何しろ世代で稼げた時期っていうのはリーマンショックの後でね、世界時がすごい不景気で消費者の財布の紐は硬かったと。それなのにね、ブックオフからアマゾンに販売場所を移すだけでもかったわけですから、 ま、景気の良い,い現在、オーストラリアアマゾンはさらに期待できます。ま、今すぐ、こちらのね、青いリンクをクリックしてサポート内容を確認してください。以上、天板アカデミー、堀秀夫でした。